こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで新宿の落ち着くお店で美味しいラーメンを食べてみようのコーナーでございます。というわけで今日は新宿歌舞伎町にあります竹虎さんにお邪魔しておりまして、一緒に来てくれたのはこいつだってね。どうも、タツミネットワークのタツミです。歌舞伎町のラーメン屋、人がいっぱいでカウンター席ばっかりで、しょうがないんだけど落ち着かないと。というかこの竹虎さんは、はい、なんと個室カウンター席、カウンター席はちょろちょろで、はい、ほぼ個室なんです。すごい、ちょっとドア開けてみて、すごい映画来るから、はい、もう虎だから。しかもメニューを見せてください、辰巳さん。うまそうなラーメン、はい、値段、はい、来ました、はい、こちら820円、こちらも820円、はい、これ、はい、はい、はい、820円、はい、はい、820円、1000円未満で、そういうことですね、個室で普通にラーメンが食べれると、はい、辰巳さんは柚子魚介豚骨ラーメンですね。これはなかなかやってくれますね。美味しそうすぎます。私はそれの真逆の味噌ラーメン食べてみます、はい、あら、はい、味噌いっちゃいますか。逆に、あ、待て、あれでもこう見ると意外といろんなのあるんだね。そうです、結構種類あってどれもやっぱ美味しそうなんですよね、はい、あ、でもやっぱ真逆の味噌ラーメンいきたいと思います。なるほど、はい、分かりました、はい、トッピングもあるのね。トッピングっていうかもう一品料理があるのね、こんなに。でももう酒を飲めるってことですね、ここは。要は、ちょっと待って、これもしかしてデートで来る場所、この個室感。もしかしてでも電気は割とカジュアルかもしれません。いや、これデートで来るシャンデリアじゃん。店員さん、俺たちのことどう思ってんだろうね。私のラーメン来ましたから、はい、見てもらっていいですか。味噌ラーメンで、はいはいはい、チャーシューを2つ分トッピングしたんですよ。チャーシューが今、1枚でき、うー、この感じちょっとこのまま、たまんないね、これね。溶けちゃいそうだよね。で、1枚スープの中で、あら、出ましたね、はい、そんで特筆すべきは辛味噌ボールです。自分のお好みの辛さに調節しながら溶いていくっていうパターンですね。なるほど。これが秘伝の虎だれ、辰巳さんのもう柚子ラーメンも、まあ、これはもうやってくれてますね。麺見して、麺見して。麺すごいですよ。もうこれさ、あのつけ麺のうまいスープをめっちゃ絡めてくる麺じゃん。そうですね。で、俺の麺見て、俺の麺見て、はい、何すか、そのお互いの麺を見合うっていう。ほら、あ、違うでしょ、違う麺使ってるって、こだわり。味噌ラーメンでよく使われる卵麺ですね、これ。そうなの、卵縮れ麺、割と味噌ラーメンでは多いですね。ちょっとうんちく長いな。あ、僕東京ウォーカー2年のこれラーメン好きの著名人に選ばれてるんですよ。ちくしょう、東京ウォーカーさん、マジでマジで俺のラーメン好きなの。誰かマジでラーメンの仕事ください。スープをチャーシューさんにこうやってかけていくっていう作業ですね。スープ一つくいただきます。見てもらって分かるようにサラサラしてる感じなのに、はい、濃厚です。これトッピングしなくていいじゃんってなるよね、はい、こうなるとチャーシューだけで出た肉のジュースパターン。チャーシューを飲んでます。マジでうまいよね。ラーメンをちょっと聞きたいんだけど、はい、すでにうまいの、もうこれ本当に。うまいですね。ただなんかこういうさ、俺試すかのようなさ、はい、どうしたらいいのこれ。まあ3分の1入れていいんじゃないですか。じゃあこのくらいいいんじゃないですか。はい、溶かします、溶かします。見た目はそんな変わんないからね。もう戻れない。厚見さんの方のスープのドロドロ感すごいですよ、これ。いいね、辰巳さん。はい、ここまで来たんですけど、はい、僕これどうしたらいいですか、悩んでるんです。麺はちょっとあって、チャーシューはまだ1枚残してます。どのくらい入れたらいいですか、この段階からだと。半分ぐらいじゃないですか。あ、油も入ってるんですね、これ。そういうことです。ラー油的な混ぜちゃいまして、すすってみましょうか。はい、あ、風味が足されるっていう感覚だ、これは。なるほど、やっぱ油の香りですね。風味が足されて美味しく感じるから、初めから入れるやつだ、これ。